この日をどれだけ待ち望んだことか。積年の恨み晴らさせてもらいますよ。孫悟空に借りがあるのは貴様だけではない。孫親子は私の手で始末する。孫親子そういえばあなた、奴の息子孫悟飯に敗れたそうですね。それも随分と子供の頃に。そんなあなたが孫悟空に勝てるとでも言うのですか？その孫悟空に二度も負けたのはどこの誰だ？おやおや、聞き捨てなりませんね。先にあなたを始末してもいいのですよ。貴様が私に勝てるとでも？面白い。あのよ、何でもいいから早くしてくんねえか。決めらんねえっちゅんなら二人いっぺんでも俺は構わねえぞ。私たち二人を一度に相手するだと？孫悟空、相変わらず口の利き方を知らないようですね。やはり始末するのは奴が先です。なら、どちらが先に孫悟空を倒すか勝負と行こうじゃないか。いいでしょう。ですがその勝負、勝つのは私です。あの連中にとどめを刺すのです。まさかここまで強えなんてな。せめて18号さんだけでも。様子がおかしくないか。急に動かなくなったぞ。フリーザ様。ふっ、そういうことか。どうなってんだ。
なた、一体どういうつもりですか。あと少しで息の根を止められるというのに。いいですか、あの男はこの私を地獄に落としているのですよ。今度は私があのサイヤ人を地獄に叩き落とすのです。あなたの事情などどうでもいいのですよ。目の前に憎きサイヤ人がいる、この復讐の好機を逃してなるものですか。諦めろフリーザー、そいつの意志は固いようだぞ。くっ、体を自由に動かせないことがこれほど腹立たしいとは。地獄で味わったあの苦痛を思い出しますよ。まったく仕方がありませんね。今だけはあなたに任せましょう。全てが解決してから奴らを始末すればいいだけのこと。ただしリンクが解除できるようになるまで死に物狂いで働きなさい。わかりましたね。やっぱりおかしい、フリーザのやつピクリとも動かない。おいフリーザ、もうおしめか。この目みてえに金ピカになんねんか。フリーザ様、どうされたのですか。さあ奴らにとどめよ。残念だったなフリーザ、私の一撃を黙って見ているよ。ふざけるな！こいつらはフリーザ様の獲物だ！奴は私が倒す。お待ちなさい！フリーザ様！ご無事でしたか？無事も何も、少し中で話をしていただけです。それより、私の隙をついて出し抜こうとはいい度胸ですね。簡単に主導権を奪われる貴様が悪い。何ですって。あのよ、揉めてっとこ悪いんだけどさ、何が起こったか説明してくんねえか。フリーザから知らねえやつの気感じるし、途中で攻撃やめっちまうし。貴様という男は。もういいです、なんだかバカらしくなってしまいました。ギニューさん、事情を説明してあげなさい。こいつらにですか。しかし構いませんよ、リンクのことにうすうす気づいているようですし、それに彼らも本調子とは言えません。警戒する価値もありませんよ。かしこまりました。つまりどういうことだ。てめえ、ここまで丁寧に説明したのにわからねえっていうのか。はあ、ここまで話が通じないとは。これだから戦闘バカのサイヤ人は。つまりクローンのことも力が出ないのも全部レッドリボン軍と21号のせいってことで、なぜかフリーザの中には別の人の精神が入り込んでいると。ミソッカスでも通訳程度の役には立つようですね。そりゃどうも、お前の役に立っても嬉しくないけどな。さっきはフリーザの中にもう一人いて、そいつが攻撃すんのをやめたっちゅうことか。そういうこと。ほんと良識あるやつがリンクしていてくれて助かったよ。フリーザと同じような極悪人だったらどうなっていたことか。そっか、中にいるやつのおかげでフリーザも悪さができねんか。だったらよ、
オラたちみんなでその21号っちゅうのやっつけちまえばいいじゃねえか。は？悟空、お前何を急に。いくら仲にいいやつがいたってこいつら自体は極悪人なんだぞ。不満があるのはこちらも同じだ。あなたたちには私も地獄へ落とされた借りがあります。フリーザは知らんが、私には邪魔する者はいない。この場で人思いに息の根を止めても構わんぞ。おめえらそのリンクっちゅうやつしてねえと動くこともできねえんだろ。中のやつ追い出しても自由に動ける方法があるって言ったらどうする？なに？ほう、つまりリンクを解除して自由に動ける方法というわけですか。ああ、オラたちもそのおかげでリンクっちゅうやつなしで戦えてっかんな。リンクしてるっちゅうことはまだ中に別の誰かがいるんじゃねんか。他のやつが心の中にずっといるんじゃ気持ち悪いだろう。それはまあ確かに。俺だってこんなやつさっさと追い出してんだよ。だろ？だから教えてやるって言ってんじゃねえか。悟空、連中にそんなこと言っちゃって大丈夫なのか？さあな。でもきっとなんとかなるって。いいでしょう、交渉成立です。反応から察するにその話に嘘はないようですから。よし、そうと決まれば早速ブルマンとこに。なあ、あっちの方角、まさかブルマさんが。ブルマ、すぐに行くぞ。今これ以上攻撃されねえよ、逃げろ。言われなくてもそうしてるわよ。でも行くぞ悟空。待て貴様ら。なんだよこの大変な時に。そんなことより、リンクを解除する方法を今すぐに教えなさい。だから中和装置も操作できるやつもあの飛行機の中なんだよ。ブルマのことを助けらんねえかったらおめえらずっとそのまんまだぞ。なんでと？だからオラたちの邪魔すんな。どうやらそのブルマとかいう女を放っておくわけにはいかないようですね。そうだな、女はどうでもいいが、その機会には用がある。仕方がありません、我々も行くとしましょうか。まさか共闘する羽目になるとは。貴様とは敵として戦いたかったのだがな。セルゲームの借りを返すのは全てが片付いてからということか。でもよ、ほらデーブーであげたかんな。おめえに負けるつもりはねえぞ。ふん、腕を上げたのが貴様だけだと思わないことだな。おめえも地獄で相当修行して
腕上げてきたんだろ。地獄か。どんなとこかよく知らねえけど、地獄ってすげえつれえ場所なんだろ。修行するにゃもってこいなんだろうな。オラも一回行ってみてえな。貴様は地獄を知らんからそんなことが言えるんだ。え？そうなんか？だったらよ、地獄ってどんなとこなんかちょっと教えてくんねえか？地獄は苦痛に満ち溢れた場所だ。それもいろいろとな。いろいろと何なんだ？勝手に想像するがいい。なんだよ、ちょっとくれ教えてくれてもいいのに。無駄口を叩く暇があるなら一人でも多くの敵を倒すことだな。フリーザ、そういえばおめえ、あの金ピカなやつには何年か。そういうあなたこそ、あのややっこしい名前のサイヤ人にならなくていいんですか。オラもなりてんだけんだよ、今力がうまく出せねえかな。リンクチューンになれればできるようになるのかもしんねえけど、今のオラにゃこれが精一杯だ。せっかくビルス様んとこで修行したんにうまくいかねえもんだな。そういえばこの前地球に行った時もビルスがいましたが、あなた破壊神とどういう関係なんです？目にビルス様に地球を破壊されそうになったことがあってよ、そん時に戦ったんだ。破壊神に喧嘩を売るとは勝負になるわけがないでしょう。もう本気出してもらえなかった。でそん時から時々修行してもらうようになったんだ。それにしてもビルスに喧嘩を売るとは、サイヤ人は本当におバカですね。ウィッシュさんの修行でもっと強くなったら
またビル様と叩けてえな。次こそは本気出してもらいてえしな。はあ、これ以上あなたと話しても疲れるだけです。そこまで戦いが好きならすぐ始めましょう。あ、そうだな。ましょうか。とりあえず例の機械は無事のようですね。それにしてもこの程度の奴らを倒せないのに同行するとは。ブルマという奴はよほどの死にたがりだな。死にたがりだろうと構いませんよ。役に立ちさえすればね。何か考えがあるようだな。当然です。ただ機械が操作できるだけの命知らずであればわざわざ助けませんよ。おそらくブルマという人物は機械技術で孫悟空たちをサポートしているのでしょう。なるほど。で、貴様はその腕を狙っているということか。フリーダ軍を再興するためにも腕のいい技師は必要ですからね。さて、スカウトの前にこのゴミどもを掃除しましょうか。
一時はどうなることかと思って、フリーザ、セル、ちょっとソン君、説明しなさいよ。オラも難しいことはよく分かってねえんだけどよ。今はフリーザが悪いやつじゃねえみてえなんだ。よく見てみなさいよ。あの性格の悪さがにじみ出た顔、あれが改心しているやつの顔のわけないじゃない。意味わかんないこと言ってないで、こいつらどうにかしなさいよ。あのブルマさん、ちょっとこれには事情がありまして。ごたくはいい、さっさと例の機械とやらを作動しろ。私たちは何度も同じ説明をするほど暇じゃないんですよ。そうせかすなって、こっちにもいろいろあんだかんさ。事情は分かったわけど、本当にそんなことが。ま、そういうわけだからさ、こいつらにあの機械使ってやってくれよ。そんで21号をみんなでやっつけんだ。ソン君、本気なの？ああ、でも女、早くしろ。ヒヒーンだ、そういう脅しには慣れっこなんだから。なに？私が死んじゃったら誰が波動を中和するのよ。その機械でできた精神といつまでも一緒にいたいって言うなら別だけど、それでもいいの？ブルマさん、すげえたくましくなってないか？そっか、昔っからあだったぞ。装置を使う代わりに私たちに協力するか、一生そのままでいるか、さあどうするのよ。仕方ありませんね、その提案受け入れましょう。フリーザ様、今は本来の力を取り戻し21号を倒すことが先決です。そのために全ての邪魔者を排除し自由に戦えるようにならなければ。そうでしょう？わかりました、すべてはフリーザ様の望み通り。いい？約束だからね。
それじゃ早速起動するわよ。えい、特に変化はないようですが。いや、どうやら効果はあるようだ。消えた。あの妙な気配が消えてる。おそらくその気配は私たちを乗っ取ろうとした精神のものだろう。だがそいつももういない。私の中にいるあなただけ未だに居座っているということですか。最後の最後まで手間をかけさせますね。あの不快な精神をようやく追い出せた。では感謝の気持ちを込めて苦しまないよう決してやる。あら、片手を挙げてどうしたの？何にも起こらないじゃない。バカな、全く力が出てこねえ。先ほどの説明と随分話が違うようですが。え？あの機械使うと叩けるようになんだろう？ほら、なんか間違ったこと言ったか？あれほど説明したのに肝心なことを理解できてなかったのね。なるほど。つまり我々は嘘で利用されたということですか？嘘は言ってないわよ。自由に体は動かせるじゃない。まあ、まともに戦えるほどの力は出せないと思うけど。どういうことか説明なさい。この装置では波動を抑えるのがせいぜいなの。だから自由に動くことはできても普段通り戦うのは無理ってわけ。そういや、そんなこと言ってたっけ。わりわり、話が難しくてさ。てめえら、ふざけた真似を。ああ、それと定期的に中和装置を使わないとまた元に戻っちゃうから。言葉一つ満足に言えない元の状態にね。つまり今後我々にはこの装置と貴様が必要。この私を脅そうとは見上げた度胸の持ち主だ。ふふん、なんとでも言えばいいわ。というわけで私たちに協力してくれるわよね。ふん、そう簡単に私がうなずくとでも。ちょっと何よそれ。あんたたちもうリンクしてないんでしょ。私の装置がなかったらどうなるか。残念ながら私はリンクが解除されていないのですよ。あなたがいなくても痛くも痒くもありません。え、本当に？あなた方には私を騙した罰を受けていただかなくてはね。そんなこと言わずに私たちと協力しましょう。あなた、一度ならず二度までも私の邪魔をするつもりですか？いい加減にしないと今度こそあなたを消しますよ。これってひょっとしてまたフリーザの中にいるやつがわざ止めてくれてんか？本当にあなたという人はこうも思い通りに動かないとは。いいでしょう、この私にここまで反抗したのです。全てが片付く頃までにそれ相応の覚悟をしておきなさい。虫けらの分際で
こうなってしまっては仕方がありませんね。私にリンクしているあなた、21号を必ず倒すのですよ。わかりましたね。たとえ孫悟空たちの力を使っても。